えー、マサトです。えー、えー、ニースユータクノーカットの編集でお送りしています。えー、 はい、出勤前のおはようございますこんばんはですね昨日は収録中にお仕事の電話がかかって一段中断しました。編集編集すればいいんですけどなかなか編集はもうまあしないというかまあそういう方針で言ってますのでまあ、できればまあ、できないというのがなかなか面倒くさがりやですねなかなか編集するだいぶ忘れましたですねはいえ 余談がなくなりましたけど、ウクライナー、え情、ー、勢をお送りしてますけど。えー、まあ、新防衛研究チャンネルの近藤さん、えー、まあ、いろいろ。 その天気予報とかあまたその空爆まあロシアにまたウクライナ空爆長距離、えー、G マースですねはいそういうことでいろいろとハイライトで、えー、詳しくその戦況を,を報告してますね、えー、まあ昨日はあ最近雨ということで、えー、昨日ですね昨日の分で、えーえー、昨日の分とその,その前の分ですね、えー 空爆も、ロシアもほとんど空爆を対応にしていることで、えー、ロシアも空爆少ない、ウクライナも少ないですね、G マースの雨も、ご、う、っ、ん、と言ってましたですね、め最近いまだ数が少ないということで、はい、えー、そろそろヘルソン州のダムの、まだああ川ききてませんけど、ま、ああ水が引いたらあ、ヘルソン州でも、えー 反撃は攻勢の準備してますね、ウクライナ。北部、クタンスプは動きないですね、シベリスク、リシャンチェクの方で、ベロ、これはなんて言うんですかね、向こうが攻撃ありますね、高台の、なかなかベルベルク、もうなかなか。 動きれないですね。そこは攻撃してますね。その後、バクムット市内では動きありませんけど、バクムット上,上の方ですね。上の方で、えーえー、ヤンピネいやえー、っと上の方のえー、っとですね。これはあ、えー、いやもうしてないですね。えー、やヤンピやヤンピネですかね、えー。そういうところでバクムットの ーモノぶりの,の上の方ですかね、えー、そこ、えー、頑張ってますね。えー、それと、クシ下の方ですね、バックモント下の、えー、クリシチャですね。えー、ウクライナ、もう4日からですね10日、えークラえー、ゼレンスキー大統領も,もう始まっていると宣言してますね、認めてますね。まあ、それは詳しいことは言い,言いませんけど、えー、いろいろそのザポリッシュドネツク州の青で、D から上がマリン かかな,なかなかその前線が長いですねそれとザポール州,州とドネツク州の州境とそれと、えー、ザポール州とヘルソンの州境ですね、えー、それ三所ザポール州では3箇所ですねドネツク側の州境と で中,中央より少しヘルソン州よりかねそれとザポリッシュのヘルソン州でそれぞれ攻勢、えー、かけてますねまあうまくいくところとまだまだあー陣地が取れないところいろいろとありますね特幕を目指してますね、えー、ベルシャンシャクも目指してますね、えー、北部の ドネツクと南部の,そのアゾフ海にその陸路が、えー、つながっていますのでその陸路の遮断を狙っていますね、えー、マリポリにも激しい、えー、ですねベ,スベルシャン族アゾフタールそうですねもうアゾフ海に出たいですねもうあとクリミア半島のいろいろと、まあ、しししロシアの司令官かな少し、えー 戦死したということで、えいろいろ攻撃してますね。えー、クルミア・大橋ハシも、えー、うこの爆破したいですね。そういう。えー、ヘルソン州、まだまだ、えーえー、初日ですかね。えー、どうしてもその地雷原に、えー 地雷、序章、えーえー、でだいぶレオパールト、まあ、修理し,してますけど一両ぐらい修理してますけどあと走行車がやられてますので、まあまあ、そういう失敗もあり,あり,ありましたけど、えー、逆、えー、第1部防衛線を突破したところもありますねそして、えー、第2次防衛線に、えーまあ、それはあ行く前にその間に、えー ウクライナなんかが地雷を撒いて、えーうんいうん、交代できないようにするとかそういう自軍、まあの,の地雷かなということでいろいろと反転構成しています、えー、この、うん、今までですね少し自分、えーえー、で <laughs> 紹介してみましたけど、えー、まあ、えー、昨日はあ 米ネツさんがまあワグネンとまあそのまあし、えー、国防省や国防省がその民間の軍事会社はあ国防省と契約しなさいということうけど、ワグネンは契約しないということを言ってますね。まあそういうことで駆け引きが、えー、まあ。あ プレ,ワグネルはプレジンはもともと旧 KBC の流れ FBS ですねそれロシアの保安庁のつながりまた国防省国防省ですどうしてもライバルですどうしてもまあそれはなんかプーチン大統領が、えー、一つの勢力が伸びないようになんかあそう仕向けてるまあそれを黙認してるみたいな感じ。 がい、まあ、いろいろと専門家の間ではしてますね、えー、仲間同士割れさせて仲間が一つになって自分のところに向かわないようにということですねはい、えー、そんな感じで、えー、っといろいろまとめてみましたけど、えー、ちょっとコーヒーを、えー、今日は、えー、昨日少し途中電話かかってきてちょっとびっくりしましたけど、えー、今日はちょっとコーヒーを飲んではい、えー きのう、情熱笠さんの,その、えーえーまあ、囚人編のロシア情勢ですね、ロシア情勢とそれと、えー、と新防衛研究チャンネルさんは拝聴しましたですね、登山 TV さん、ネット大衆ブルーからさんは拝聴する、もう、うん、気力がなくて、そのままベッドに横で、えー、倒れてしまいましたですね、えー、なかなかあ厳しいですけど。はいえーえー まあ、この,このアップために、えー、少し勉強じゃないですけど、配置をするのと。ただ何もしないで見るのは違いますね。はい、えー、ちょっと、えーえー、配置するにしても、ちょっとメモ書きをしていますけど、えー、ちょっとメモ書きの紹介をしていきたいと思います。まあ、昨日配置をしました。えー、常念、えー、司チャンネルニュースの虎側えー、囚人兵板挟みでえ10、ー、ロシア軍へ移籍。 クエスチョン。ウ、えー、クライナをよそにワグネルとロシア国防省の争い結果、えー。クエスチョン。えー、シュエク国防省が、えー、プレジコ人を追い詰める決定クラスですね。はい。えー、まあ、これに動画配置すると、えーえー、自由ロシア軍の捕虜になったあワグネルの兵隊がウクライナに戻るか。 あその場で、えーえー、戦うのか捕虜なるのか、まあ、そういうことで、えーえーまあ、ワグネル裏切って、えー、そういう。う ロシア軍として戦うということがアップされたみたいでそれを見た、えー、プリゴジンは相当怒ったみたいですねはい、えー、それと新防衛研究チャンネルさん、えー、これはウクライナ選挙6月13日ですね、えー、悪天候でもウクライナ軍は攻撃を続行複数の拠点を奪還して前進中ということですね、えーまあ、前進しているところもありますね、えー、リビ,リビ,ピリリビの ピリは奪還してますね。厳しかったですけど奪還してますね。はい、えー、それと、トッサン TV さん、えー、拝聴する言及ありませんでしたけど、えー、まあ、あいろいろ安全保障の詳しい、トッサン TV さん、まあ、いろいろと情報を精査して、えー、してますね。えー、ウクライナ大反撃、ドネツク方面で快、えー、進撃、実はバブ バック,クムトでも猛攻撃ということですね、はいえー、あとネット大衆シブルーカラさん、いろんな情報報道を、まあ、精査しまたそれなりにして報道してますね、えー、2023年6月13日ウグン7集落を奪還ログンドネ,ドネツク州でダムを爆破、えー、ウグンの攻勢に耐えきれず後退化 えー、プーチン政権内で亀裂、えー、パトルシェフ派がプーチン大統領に反発化ということで、えー、それぞれ、えー、ウクライナ情勢に関連してロシアとかいろいろコメントしています。えー、もう私も主にこののチャンネル20のトラガーは 新防衛研究チャンネルさんですね近藤さんそして都ン TV さんそしてネット大衆紙ブルーカラさんとのこの主に動画を配信してまあ自分なりにまあ吟味じゃないですけどほぼぼよみの紹介に近いですけどこのニュース4択ノーカットの演習でお送りしてます今日は無事に収録が終わりそうですねはいこのニュースタ択ウクライナ応援していますウクライナに 平和をまた、ウクライナの完全な主権の回復を、ウクライナからルシェクの撤退をということで、ウクライナへの栄光、あれですね。マサトです。マサトのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタン等よろしくお願いします。次回のニュースユンタ択でお会いいたしましょう。マサトでした。シシシシゲネスパシシャャンズ、ロロム、シャロム。